ザ・ライブ、今回のアーティストはノーウェザー。千葉在住で全員21歳のロックスピリッツを持つバンド。君はいつかこの部屋から出てくれ。曲って誰が書いてるの？あ、僕。全部。はい。作っていこう。まだ叶わないです。化石に叶わない。だって作れなくなったらどうするの？枯れちゃいましたもん。ああ、僕が枯れちゃったら、そしたらもうバンドの終わりだよ。そこは。そこはもうしょうがない。流れた訳を探す旅に出た。戻らぬ旅繰り返さぬように、ただ今意味に出してゆく。包むYeah.
切り結果の旅で話をするんじゃない。言いたいことはたっきりだ。目の前の鍵がついてんじゃねえぞお前。言いたいことがあるなら面と向かって言え。飲まれたくないというか今のあれにっていうのが一番強くて、で僕らのこの代名詞になるような曲作りたいなみたいなのはまあずっと思ってたんですけど、聴かせたいって感じ。聴かせたいですね。その今乗ってる感じにしたくなかったというか、うん、それが強くて。Yeah!